えー、写真はですねこれはイギリスの宇宙港ですまあこれはあのスペースシップ2に似ていますねそれで、えー、2018年開港予定のイギリス宇宙港スコットランドはじめ8候補中を発表でその中でえー ニューアイコーンウォール空港というのがあってグラスゴースコットランドですねスコットランドがあの8カ所中6カ所ということで驚いてですねそれとあのイングランドではコーンウォールこれ実はあの落合ワンワールド士官であの言われているウバイド人のですね、えー、集中地の一つ。 まあ、あのブルターニュ辺りに集まって暮らしてたようですねスコットランドはやっぱり厳しいですからね気候が少し、えー、南下して、えー、ブルターニュ半島ですかあの辺で住んだんですしかしコーンウォールはねあの私はコリン・ウィルソンがここであの生涯暮らした人ですからもう本当にこの 街の名前があのとにかく響くんですよ。で落合先生の DVD のを聴いていてあの「声曲はスコットランドまで行ってちょっと下ってコーンウォールに」っていう時に私は飛び起きました。ちょっっと横になって 聞いててたたんですけど飛び起きてしまったそれぐらいコーンウォールイコールコリン・ウィルソンなのでもうびっくりしてそしたらなんとイギリスの宇宙港の一つにコーンウォールがあるそしてなんと西極のスコットランド8カ所中6カ所にスコットランドがあるそれで調べたらですねこういうところなんですねが候補地の一つであると。で どういうのを使うかと,うとこういうのを開発しているようですねでこの先端がまあ数千度になるそれに耐える材料を開発しないといけないでどこが開発しているのか日本なんですよそこがもうしのぎを削っているのが日本でありこれ設計をしているイギリスの,あの宇宙関係の会社 バージンギャラクティックとかですねこういうところがもういろんなのを開発しているこれから宇宙の時代になるだから地上はカーボンフリーでトヨタはビヨンドカーボンフリーって言ってますよねそれぐらいもう地上でのカーボンを減らそうよと宇宙に行くからということですよねそこであの鉄とコンクリートの時代からもう建築物はまた木造ビルの時代にで、あの 食事してですねあ、まあ、二酸化炭素を大いに吸ってもらおうということでしょうねこれから宇宙になりますよということですで、まあこの辺らしいですよ空港があるんですねでずっと行きます空港があるんですよねわああったあったとえー、なるほどと思いますねこことグラスゴーあたりウワイドの西極ですねこの辺まで行ってちょっと帰ってきて。 でまあ、この辺まで来て、でまあ、この辺まで来たんじゃないですか。そういうことのようですよ。えー、この辺からブレストとかレンヌの謎ですかね。そういうことがなんとのなんとかでしたかね。この辺はちょっと有名な話があるんですよね。NHK でも報道されました。でまあ当然フランスも考えていると思いますが、こういうところがまあ候補の一つでおそらくもう。 宇宙港になるででしょうう法整備は済んだようですよすそうするとそうするとですよ大事なことは日本はどうなるのかいや来年大分宇宙港でしょう来年来年大分宇宙港だからぐるーっと回って宇宙港だから大分ですよ法整備急がないと法整備を急がないといけないですねもう大変なことになりそうですね ウバイド・奪いワンワールドの,あの当局が日本ですからねこうやって見ていくとね当局が日本で現代の出島、えー、世界と宇宙をつなぐなんかこうやってすごい時代ですねこ日本うわすごこの辺までこう来てこっちから来ましょうかここからね。 ぐーんんととあっという間に飛でできちゃうんですここで、ね、それから NTT が開発しているもうあのリアルなあの対面会話システムとかもうどこにいてもあの普通に対話できるだからもうそういう時代がもう待ってるんですよねもう10年以内に来るということですそれでここをつなぐのが実は「ウバイド・ワンワールド」実はこれなんですよ。 大体シュメール以前の文明と落合幹事先生はおっしゃっておりましたシュメール以前のウル・ウバイドの丘この辺からこれが政局こっちがここまで書いてますけどね実はあ任文がこの国先に来てるわけですよね。それから最澄とあの空海が。 こちらに来て学んで帰ってきて現在の日本の原型を作ったということですよね。これでほぼ謎が解けました歴史の謎が。それで、えー、ウル・ウバイドの丘ウバイド文明これも発見した人がいてですねウバイド文化フバイド期とんでもない文明が実はあったんですね。 で紀元前四千五百年から紀元前四千年あたりが奪いと三期四期もうこういうものを作ってたんですよね。落合幹事先生によりますと旧人類らしいですよ。ただか旧人類が新人類とまああのまあどういうんですかね痛恨してというか混じり合ってそれでも D N A はずっと残し続けたんですよね。それがあの現在の日本国高等のあの。 流れですよねでこの謎がほぼ、まあ、解けたそしてなんと宇宙でつながるんですよちょっと驚きましたねでこれが次世代地球文明の出発点の一つですねもう一つはあのまあ何度も申し上げましたがトロンですね。 トロンを軽視している方がおられてですねやっぱ民生品が少ないですからねそんなもんじゃないんですそんなものではありませんこれははももう実はとてつもないんですそれから光ピン技術とかね光量子コンピューターの時代が恐らく来るでしょうね。ということであのちょっとびっくりしたんですけどあの。 実は三浦梅園もこのウバイド人まあしたがってまあ源の頼朝公の崩去の翌年1200年に相模三浦から国崎丸尾野に移り住んだわけです。そういう流れであの梅園の思想ができた。 それにしても驚きました宇宙港。これはもうキンロス飛行場とかルーカーズ空軍どうぞお調べくださいルーカーズー空軍基地とかこういうところを使うんでしょうね、えっと。ルーカーズ空軍基地ってどこにあるんでしょうか。 ルーク空軍基地今は便利な時代ですから是非ともあのスマホとは別に大きな画面の,あのパソコンをお持ちくださいます今安いですからね私が使ってる43インチモニターなんて安いもんでした3万9800円で買いましたずっと来るとやっぱこの辺なんですねあこれは 違った別でしたねアメリカでもアメリカでももうやりますよね。それから実はあの全くあの個人的な見解でどう思われるか分かりませんがあの小室夫妻の行く先ニューヨークあ週刊誌は信じないでください実は。えーっとね 世界企業ランキング2021と出すでしょうとてつもないですねこれを表示しますとねあこれはちょっとツイッターに私ツイッター使っていませんのでどこか違うところに行きましょうか世界企業ランキング全て それで、えー、ブランドランキングじゃなくて企業ランキング世界企業ランキングを見てみますとにかくアメリカ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 とにかくアメリカ、まあ、時価総額ですからねトヨタが今ここに来てますねアメリカアメリカアメリカとこ来てますねそしてこの時価総額その他とは別にですね GDP があるんですよこれでまあ国家戦略分かるんですけどね 世界最新 GDP ランキングというのが出るでしょうで日本の GDP が伸びないって言ってる人はおそらく多分間違ってるんですよ実は安定の3位安定してるんです中国はまあどこまで信用していいか分かりません安定の3位この辺はもう信憑性高いですからねイギリスも結構頑張ってますねインドも。 実はニューヨークに。あの行かれたということは、まあ100年以上経って忘れられた頃に真相が多分わからないままでしょう。それでいいと思います。では、これで終わります。